皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、オマージュをすると自分のビジネスも加速するというお話をしたいと思います。オマージュっていうのは言葉としてですね、その真似をする、その対象がありまして、そこにリスペクトと尊敬を込めて自分のアレンジを加えて違うものを作るっていう、まあ、そういうのがオマージュっていう言葉らしいんですけれどもね、やはり売れているものとか人気があるものっていうのは必ず理由があるわけで、例えばご自身の教室とかが今一つ流行らないなって言った場合に、まあ、流行ってる教室とかそういうものがあったら、当然それは全部をコピーしちゃうんじゃなくて、そのこういうエッセンスがきっと受けてるに違いないと思って、それを取り入れて、まあ、真似をする、リスペクトを込めてですね、オマージュっていうことになっていくと思うんですけれども、基本的には、何が原因でそこが人気になっているのかっていうのを分析する必要があります。例えばホームページとかの場合には分析するポイント、まあ大きく分けて3つぐらいあるんですけれども、例えばホームページを私もよく診断をするんですが、まあ、全体的なデザインレイアウトですね、動線設計が申し込みしやすいような動線になってるかなってないかっていうのが、まあ、一つ大きな部分と、あとはその対象顧客が喜ぶようなデザイン、色合いとかも含めてですね、になってるかなってないかとか、まあ、そこがまず第一ポイントですね。で、第二ポイントは、その教室へお誘いする文章ないしはレッスンの紹介とかの文章がコピーライティングっていう領域になっていくんですけど、ちょっと難しい言葉で言っちゃうと、その文章の表現とかが上手にされていると魅力がある内容になるので、当然読んだら行きたくなるっていう、そのあたりが どの道入ってきているっていうのが、まあ、第2ポイントですよね。で、第3ポイントっていうのが写真ですね。これはですね、まあ、難しいところではあるんですけどね、当然プロが撮った写真は上手なのは当たり前なんですが、今結構スマホでも、私は一眼レフおすすめしますよ。本気で撮る本当の写真はやっぱり一眼レフの方が全然いいです。だけれどもスマホとかでも、特に iPhone とかなんかはカメラ自身がすごくいいので、下手な普通のカメラよりも全然綺麗に撮れたりとかしたり、あとアプリがすごく今いっぱいありますよね。ぼかしにするようなアプリとかもありますし、そんなアプリを上手に使うと、小さいそのサイトでね、こうざっと見るくらいだったら全然一眼レフに引けを取らない。私も先日私のサイトで、上げたことがねあるんですけれども、その写真を混ぜながら一眼レフとスマホの加工したやつだけれども、一眼レフも加工してるし、スマホももちろんその加工はするんですよ。私の思うイメージで、例えばもうちょっとエッジが効いた感じのライン強調したいなとか、そういうのをやったりするんですけれども、それを生徒さんに8枚見せて、3枚だけが一眼レフだったんですけど、どれが一眼でどれがスマホか分かるって言ったら、全部一眼じゃないんですかとか言われる声が非常に多かったので、もちろん工夫はして加工はしてます。だけれどもそういう状態を作ることもできるっていうぐらい、今技術、カメラの技術が発達している。なので、この例えばサイトを見た時に、その観点から見て、いいなと思うものを取り入れるっていうのがオマージュで必要になってくるものと、あとは同業他社ももちろん悪くはないんですけれども、私は結構異業種のもののサイトとかを参考にしてデザインとか作ることが結構多かったんですね。例えばパン教室なんですけれども、高級感があるサイトを作りたかったので、高級感っていうと私の中で結構好きなサイトが、まあ、ホテルのサイトとか好きだったんです。スタイリッシュモダンの系でいうと、例えばコンラートとかグランドハイアットとか、あそこまでとんがらしちゃうとちょっとあれなんですが、そういうちょっと上質なラグジュアリーホテルのイメージ
とかを、でそこのフォントとか真似したりとか、使ってる色とか背景の色とか、そういうものを真似して作ってたんで、あのアトリエリブラのホームページはグレーがベースになっていて、金とグリーン、この3色を中心に構成してます。で差し色にちょっとブラウンとかやってるんですけどね。なので全体的に高級感っていうのを表現できるようにはやっていました。なのであのポイントとしては、そのオマージュをしていくのは、まあ、尊敬をしつつ、あのいいものを真似して取り入れるときに、同業他社もいいけれども異業種から持ってきちゃう方が、うん、その業界にないもので新しい風が入るので、新鮮でお客さんの目を引くものにもなったりするので、オマージュするときのご参考にしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。